それでは始めます皆さんこんにちは、えー、どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということで、えー、少しお話をさせてください、えー、担当はレック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いします、えー、ガイダンスなんですけれども、えー、こういったパンフレットといいますかレジメがもしお手元にあればご用意いただければと思います、えー、レックの学校で、えー、ビデオを見てらっしゃる方でしたら これあのお手元にあるかもしれないので、まあ、お手元に用意してください。でもしなければ画面に出しますのでそちらをご覧頂ければ OK です。ちょっと画面出してみますね、まあ、こんな感じで、えー、どっちを選ぶプレミアムか再チャレンジということなんですけれどもこれ学習経験者のための、えー、宅研師試験の勉強法ということなので、えー、学習経験がある人まあ 学習経験というか受験経験ですかね宅検の本試験を受験されたことがある人ですねまあ、それも2023年の受験経験がある方を対象にしますなぜかと言いますともう昔受けたことがあるけどしばらく経ってるなんていう場合はま初、あ、学者と変わらないと思いますからそれは学習経験受験経験がある方 とは考えない方が良くて全くの初学者として考えた方がいいと思いますですから2023年に学習をしてで受験をしましたで惜しくも残念な結果になってしまったという方を対象にお話をしたいと思いますでまあ講座の説明ではあるんですけどもちょっとヒントになるような重要な話をしますのでできれば最後までお付き合いくださいでですねこの 今、敗因を考えましょう。なんてのがありましてね。で、2023年の宅建本試験を振り返ってまあ、合格点を得点できなかった。主な原因は何なんだろうかというね。そういった徹底した敗因分析が不可欠です。ということなんですけどね。ただ敗因分析をきちっとできるという人はえ相当しっかりと勉強したことがある人じゃないとなかなか難しいと思うんですよね。 すごく大雑把な話をしましてね、えー、ある程度勉強してある程度真剣に取り組んだという方とほとんど、まあ、受けたことは受けたんだけどもでも全く受かるつもりがな、まあ、受かる気持ちはなくて、ね、これじゃ無理だろうと思いながらそれでもまあ一応受けましたという人で、まあ、2つに分けてください。で ちゃんとと勉強したとある程度勉強しましたという方、ね、は、まあ、この、えー、再チャレンジをするという形で、えー、再受験をする時の,その、まあ、勉強の仕方を、えー、これからお話をします。で全くその勉強時間が取れなかったりとか、えー、全く準備が足りなくてで、まあ、案の定やっぱり駄目でしたという方はこれは初学者と同じで考えた方がいいです。 これから初めて勉強するという気持ちになって考えていただいた方がいいと思います。で、よくですね、この電話でお問い合わせをいただいたりとか、あとはレックの学校の窓口で、えー、まあ、ご相談にあのいらっしゃる熟講生さんがま割と多くて、自分は、えー、まあ、再受験なんだけどもどの講座を選んだらいいかという相談がま多いらしいんですね。 そこでこでういっったビデオを作ってるんだけどでですねまあ今話し,しましたようにその何点足りなかったんですかとかねそういったその厳密なその質問をしてでじゃああなたはこうですとかねそういった単純なものじゃないと思うんですよ実際は。僕はね僕はやっぱりある程度努力したにもかかわらず駄目でしたという方と。 全く勉強しなかったという方とは分けていただいて、で全く準備しなかった方は、え二千二十四年は真剣に努力すればいいだけのことなんですよね。で、その方はその全く初学者のつもりで、まあ一からもう一回やり直してほしいと思うんですね。えもしレックのカラーズりのパンフレットがもしあれば、えー、後で見てほしいんですけども、一応あのなければ画面に出します。でですね、こんな感じになってまして。 これはレックのパンフレットの,あのカラーズリのパンフレットの10ページを開いているんですけどね。レックでは、初学者向けの講座と学習経験者向けの講座っていうのがありまして、あとはそれをもう少し、えーと、講座を短くしたものが他にもあるんだけどね。他にもあります。ただメインはこちらです。そうしますと、初めて勉強される方は、この初学者向けの講座を選んでください。で、 えー、まあ、初めて勉強するというか、えー、小学者の気持ちになって勉強する方ね、あまり2023年はあんまり勉強しませんでしたからというかね、この方は初学者向けの講座を受けるのが僕はいいと思います。である程度準備しました。だから一通りは勉強したつもりなんだけども、やっぱりちょっとね足りなかったなっていう方は学習経験者向けのこちらを選んでください。もうそれでいいと思います。 でね、それがまず一番大きな分岐点になりますあともう一点ありましてそれはですね、えー、皆さんが予備校をもし利用するんだったら通学を選択したいのかあるいは通信講座を選択したいのかによってもまた分かれますで、えー、と通信講座だったらまああまりこだわりはないんだけども 通学クラスの方はですね、えー、ちょっと再チャレンジの講座をやっている学校が少ないんですね。東京の渋谷とあとは大阪の梅田、あとは名古屋でしかやってないんですよ。だから通学クラスの場合は、えー、通学するそのまあ通学時間とかまあの交通弁とかね考えていただいてで、えー、その再チャレンジを申し込もうと思ってもそこはちょっと遠いなと思ったら。 あまりね、えー、時間が無駄になりますから、そこは区別した方がいいですよね。まあ、そんなこともあって。通信クラスを検討されている方と、通学クラスを検討されている方で、一応分けて考えています。で、まあ、通信クラスの方は、とにかくですね。えー、まあ、初学者か、初学者と準ずる人だったら、もう。普通の初学者向けの講座を受ける。で、ある程度勉強したよって言うんであれば。 再チャレンジがいいいと思いますで,す、ねはい、で通学クラスの場合はやっぱり渋谷とか梅田名古屋の各本校に通学できるんだったらできればその再チャレンジの方を、えー、優先してほしいんだけども通えないんだったら、えー、初学者向あの初学者向けの講座だからすごくなんか、えー、簡単なことばかりしかや,や,やってなくてで 物足りなないいいいんじゃかかとかいう心配はいらないですえー、初学者向けの講座だろうが学習経験者向けの講座だろうが合格するために必要な知識とか理解は決まってるわけだからだから、えー、やることが大きく変わるわけではないのであまりそこを区別しなくても、まあ、いいんじゃないかというふうに思うんですね。はいでえー、ちょっとこののレジ 1>, 1ページめくっていただきまして、えー、2ページにこれ「2024年のプレミアム合格フルコース」ってありますけどこれが初学者向けの講座なんですね。で初学者向けの講座と右側の3ページの、えー、再チャレンジの合格フルコースこれは受験経験がある方の向けての講座なんだけども、まあ、何が違うかと言いますと、まあ、さっきも言ったみたいに大した違いはないんですけどね。 ただ一番大きな違いは再チャレンジの合格フルコースの方はその基礎的な知識を確認する部分の時間は割と短いんですよ。で応用的に問題をどんどん解いていきましょうという講座は時間が長いんですね。そのまあ,あの予備校ではえー、このインプットとか アウトプットインプット重視機関アウトプット重視機関みたいな言い方をするんですけどねインプットっていうのは知識を入力して要は知識を理解して、ね、で覚えたりとかそういうのをインプットと言いましてアウトプットっていうのは問題演習のことを言うんだけども勉強を始めたうちはインプットを重視するのがまあ一般的な方法です。あの重視をするだけだけから アウトプットをやらないわけではないですよもちろんインプットもアウトプットもやるんですけどでもどちらかといえばインプット重視なんですねで、途中からは並行しますで試験が近づいてくるとアウトプットを重視するこれはどんな講座でも変わらないんですねで、ただしこの受験経験がある方向けの講座はどちらかというとこのインプットを重視する期間が短いんですねで、平行期間と アウトプットを重視する期間が長いんですまあ期間というか時間が長いんですねで初学者向けの講座というのはどちらかというとインプットを重視する期間のえまあ時間とかボリュームが大きいんですでえ平行期間とアウトプット重視期間の方がどちらかというとまあインプット重視期間よりもボリュームは少し小さいというぐらいの違いなんですよね あとはですね、えーまあ、私はどちらも講座は担当してるんですけども、えー、再チャレンジのつまり学習経験がある方向けの講座の場合は、まあ、意識的にですね意識的に問題演習をしながら、えー、テキストの理解を深めていくという作業をなるべく並行してやるようにはしてます。えー、これはですね、えー 受講生さんが講義を聞いて、あ、なるほど、確かにそうだっていうふうに思ってもらえるかどうかはわからないです。あの、自分は講義をやるときに、そういうつもりではやってるんだけど。でも、受講する皆さんからすると、まあ、どこが違うんだろうっていうぐらいの程度の違いかもわからないですね。まあ、そんな感じだと思ってください。え、二千二十三年の本試験なんですけど。合格点が三十六点で。 で合格率が17.2%で、まあ、合格率相変わらず少し高いですね。で15%とかの年もいっぱいあるんだけど、まあ、ここ最近割と17%以上の合格率が続いてますからですから、まあ、この傾向が来年ガラッと変わって2024年はいきなりガラッと変わって急に難しくなったりとか。 急に合格者が減ったりとか、まあ、そういうことは考えにくいので、まあ、この傾向がずっと続くと思っていただいて OK ですそうしますとまあ2023年とか、まあ、2022年もそうなんだけどやっぱり一通りきち,きちっと勉強をすればまあ普通に合格はできるはずなんですよ。確かにね えー、イレギュラーなことが起こることはあるんですけどね確かにそれ,は、えー、それはやっぱ試験は水物ですからねですからすごく実力がある方が、えー、当日たまたま運が悪くてで、えー、失敗してしまうことはありますそれはあると思いますで逆にちょっと今年は無理じゃないかなっていう感じの人がたまたま当日調子が良くてでうまく合格しましたってこともあります そっちはいいですよね。そっちの方はいいですよね。ただ本当に実力がある方がたまたま落ちてしまうってことはまあ悲しい現実としてあることはあります。でも少ないです。あんまりありません。え本当に一年間で自分が携わっている講座の中でそういう人が一人いるかいないかですえ。普通はちゃんと準備をして。 きちっと勉強してあこの方はちゃんと合格するだけの実力があるなと思った方は普通に合格しますからなのでまああんまりなんていうのかなその、えー、心配しなくても予備校の引いたレールの上に乗っかっちゃっていただいてでその通りに、まあ、勉強を進めていただければいいと思うんですよね。 独、えー、学の方だってもちろん独学独学だって宅検試験は受かる人いくらでもいますから独学で受からない試験では全くないですもちろん受かりますただ予備校を使うと時間の節約には絶対になります時間が節約できますそもそも独、えー、学によってその改正点のカバーとかをする必要もありませんからね、えー、みんな教えてくれますから それとか自分から情報を取りに行かなくてもちゃんと予備校の方から情報が提供されますからだから言われた通りのことをやってればいいんですよね。なので自分のプライベートとか仕事の方に集中すするる時間が取れるんですよね宅建の方はもう予備校に任せる、ね、予備校が言われたことはちゃんとやるからだから、えー、まあ、えー、あとはもう自分で自分の生活があるんだから。 自分の仕事とか生活を優先するで構わないと思いますいずれにしましても予備校を使った方が時間的な節約は必ずできると思いますのでですからまあ、時間を節約するためにお金を払うという感覚だというふうに思います、えー、僕はそう思ってます必ず時間の節約にはなると思いますはい。えー、次ですねちょっと4ページを開いてみていただけますでしょうか、えー、もしお手持ち お手元なければ画面見てくださいね。はい、えっ、ー、と学習のスケジュールを立てるってことなんですね、えー。受験経験がある方も、まあ合格を確実にするため、300時間以上の勉強時間を確保すべきです。300時間っていうのは何を根拠にしているかというと、えー、これずいぶん前なんですけども、まああの受験受験されて合格された方へのアンケートでですね。 ま300時間ぐらいの勉強時間を費やしたかな？っていう回答がま多かったんですね。なので、ま300時間っていうのは一応目安にはなります。だけれども。やっぱり予備校に通ってで、その効率的な勉強した人が300時間で受かってるのかもしれません。けども、それは例えば再チャレンジの方は？ 1>, 1年目と2年目の勉強時間を足せばね、もっと増えるわけですよ。それとか、あとは独学で受かるんだったら、多分もっと勉強時間をつぎ込んでる人もいると思います。逆に、例えば関連資格を持っている人がいますね。え例えば不動産絡みの資格をまた別に持ってて、例えば司法書士の資格を持ってるとか、 あるいは司法書士の勉強をしたことがあるとか不動産鑑定士の勉強をしたことがあるとかそういう人はかなりの部分がかぶってますからだから勉強時間はすごく少なくて済みます。多分50時間なのでまあ一般論として300時間以上の勉強時間はちゃんと確保してほしいという意識だと思ってください。 そんな意味ですねなので例えば自分はえそんなに容量がいい方じゃないからだからえ普通の人よりは少し勉強時間を多く、えー、用意した方がいいだろうって思ってる方は多めにしてください自なのでまあ300時間は大雑把な目安ですね。でえ基礎的なアウトプット演習をしながらインプットを行う。 どちらかというと順番はでですす。ね、アウトトプットが先です、えー、と予備あのインプットをしないとね初めにインプットをしないとその問題演習はできないと思うんだけども、まあ、学習経験がある方であればやっぱりこっちが優先です。まず問題演習をした上でインプットテキストの読み込みとかをすべきです。 で同時に重要項目を記憶していくという方法が、まあ、効率的だと思うんですね。で、えー、講義を受講する方は、えー、講義スケジュールに合わせて学習すれば、まあ、着実に実力を向上させることができます、ね。机に向かって勉強する時間と隙間の時間で勉強の素材を変えていきましょう。えー、机に向かって勉強する時間はそんなに多く取れるとは 限りませんからですからやっぱり隙間の時間をうまく使うことがまあ、短期合格の秘訣なんですよねで隙間の時間は結構ありますよあります必ずあります電車に乗ってる時間とかね、えー、必ずありますから隙間の時間をうまく使ってで勉強の素材を変える必要があります隙間の時間に勉強するときは、えー、一番有効なのは過去問の演習か 暗記です過去問を解いたりとかあるいは覚えたりする作業これは隙間時間時がいいですそして机に向かって勉強する時間に、えー、適した勉強というのはインプットです、えー、特にその通信教材を見たりとかね、えー、その知識を入力する作業ね、えー、まあ理解をする作業これは じっくり机に向かってでそのビデオで講義を聞いたりとかあるいはテキストをしっかり読んだりとかこれは机に向かった方がいいですねあの勉強の素材を変えた方がいいですで講義を受講するときは、えー、通信受講であっても原則机に向かって受講すべきなんですね、えー、やっぱり今はデバイスを持ち歩いてでまあ、スマホとかでその講義は受講できますからだから隙間時間に まあヘッドホンで、でこの電車の中で講義を受講することもまあ、ダメではないと思うんですよ。やらないよりはよっぽどいいんだけど、でも本当は、それではしっかりとした理解が身につかないんですよねえ。なぜかと言いますと、ただ見て聞いてるだけじゃないですか。やっぱり手を動かしたりとか、あるいはテキストを参照したりとかして、そって、 手を動かしたりとかあるいは場合によっては自分で発音して「であなるほどそうだね」とかねで自分で声に出して確認するとかそういうことをすることによって理解は深まっていきますからだからできれば机に向初めての初めて聞く講義はあんまり1.5倍速とかあの早送りとかじゃなくて標準のスピードで 一度しっかりと講義を受講していただいた方が本当はいいです。なるべくそうしてください。これに対して移動時間とか休憩時間などの細切れの時間には、まあ問題演習とかね、あとはさっき言ったみたいに暗記ねに当てるのがいいと思います。はい。ちょっとこの時間軸の図を見てほしいんですけどもね。仮に300時間の勉強時間を 確保しようと思ったら、ね、試験当日、まあ、10月の、えーまあ、後半ですよねの試験当日までの、えー、間に何日間取れるかっていう話なんだけどももし1日に1時間の勉強時間を確保できるのであれば300時間の勉強時間は300日で取れるわけですね。300日ってことは 1> 約 1, 年ですよ、ね、1月の1月過ぎたあたりから毎日毎日1時間の勉強時間を欠かさずに継続していってやっと試験当日の前日までで300時間の確保ができるわけです。でもこれってそんんななに簡単じゃいいと思いませんかだってやっぱりその風邪ひいたりとかねあるいは。 友達の結婚式に行かなきゃいけないとか家族旅行に行くんだとかいろんなことがあるじゃないですかえー、今日はちょっと残業が長引いちゃってで今日はとても勉強できないとかいう日が必ずあるわけですよね。そうすると予備日日日を設けななないいいと300 300日毎日勉強はでできないじゃないですかそうするともっと早くから始めないとダメになっちゃいますよね。 あるいは1日の勉強時間を増やすす必要がありますでこれ僕の勝手な思い込みもある,あるのかもしれませんけどね講師として10校生さんを見てますと合格された方はどのぐらい勉強時間をつぎ込んでるんだろうで、まああの聞くこともあるんだけどでもまあ,あの全員には聞かないですねで、まあ。予想が結構大きいんだけど それにしてもですね、三百時間は超えてると思います。僕はえ場合によっては五百時間とか勉強してると思います。そういう方結構多いです。で、そういうことを繰り返していって、でやっと合格している人はたくさんいると思いますから。だから、まあよほど自分がある程度その容量が良くてね、で勉強が得意で、受験勉強が得意で。 まあ、そんなに勉強時間かかんないんじゃないかなと思ってるんだったら300時間でいいと思うんだけどもそうじゃなければもうちょっと勉強時間は確保した方がいいと思うんですよね。そうすると1日1時間では足りなくなくってきますからら、まあ、時間ぐらいでこの2時間っていうのは机に向かう時間は1時間でもいいんだけど、まあ、隙間時間をかき集めて合計が2時間。 ぐらい確保できるようにしていただきたいなというふうに思いますまあ皆さんが思ってたよりも勉強時間は多く必要なんじゃないでしょうかねと僕は思いますその方がでも結局ね2024年に合格できないとまたその次の年になっちゃうじゃないですかそれが一番時間の無駄になりますよねだったらここでちょっと腹をくくって 2024年は絶対に受かるというふうに腹をくくってでこの日をターゲットに少なくとも300時時間間の勉強時間が取れるようなスケジュールを立て,てくださいであとは、まあ、予備校を使えばもちろん時間は節約できますよ。だけども、えー、予備校に通う方ばかりじゃないと思いますから予備校に通う方じゃなければさらに時間は少し多めにとってくださいはい。 えと勉強を継続できる環境づくりとありますけども何と言っても学習を継続しないとやっぱり受かりにくいんですよね、えー、受験を決意した時はすすごくやるる気があるんですよだけどしばらく経つとモチベーションが下がっちゃってで勉強したりしなかったりをなんか、えー、なんかランダムになっちゃってねで勉強しない日がだんだん増えてきちゃったりとかして。 そうなってくると合格難しいです。で、勉強自体を楽しむことができれば一番望ましいが。が実際の勉強は何度も何度も同じ問題を繰り返すというまあ、地味で辛い作業です。まさしく、その通りです。勉強楽しくないです。あの合格された方はね、えー、多分。まあ、社交辞令なのか、あるいはお世辞なのか、楽しく勉強できました。 っていうふうに言ってくださる方が割と多いんだけどそれは合格したから楽しかったって思えるんであってえ勉強してる最中はそんなに楽しくないと思うんですよねえ多分つらいと思います。そのため、まあ、強いいい意思がないとなかななとかか乗り越えられないんですよねでこの点近くの学校に通う。ここれはですね <laughs> この 強制的に自分の気持ちを学習モードに切り替えてくれるからまとても有効なんですよね。で、講義がない日であってもまあ、自習室とかレックは使えますからえ、自習室を利用する方はでき,できれば毎日事実に通ってで勉強時間を1日の生活の中に自然に組み込んでしまうというのがとても有効なんですよね。もう勉強しないと。なんかちょっと違和感を感じる。 なんか歯を磨かないでベッドに入るとかねお風呂に入らないでベッドに入るとかなんかちょっと嫌じゃないですか今日勉強してないじゃんねだから勉強しないとなんか一日が終わらないとかそんなぐらいに習慣化してしまうというのは一番有効ですね。で通信受講の方もあたかも通学しているように何曜日と何曜日の何時から何時までは必ず 通信講座を受講するというふうに学習時間をあらかじめ決めてしまうんですね。えこれがとても有効な方法です。やっぱりですね、辛い勉強を借り立ててで机に強制的に向かうというのはこれはなかなかその根性論はあまり。 好きでではないんですけどね皆さんもあまり好きではないと思うんだけどもでも結局やっぱり根性とか努力とかそういった話になっちゃう精神力の話になっちゃうんですよね。でそれを組み込んで,しまうですねだからとにかくですね仕事が終わったら必ず予備校に行くんだという。 そういうそのルーチンの中に組み込んでしまうとかね、あるいは通信クラスの方も同じように一、えー、日のべん一日の中に自分の学習時間を組み込んでしまうようにするの。それがまあ一番辛い勉強時間、勉強、えー、受験期受験時の期間を乗り越える有効なまあコツなんじゃないかというふうに思います。まあもしよかったらですね、えー、レックで再チャレンジの講座とかあるいは 小学生向けの講座とかね、講座をぜひ検討していただければと思います。はい、それではお待ちしています。本日はどうもお疲れ様でした。